断れ霊夢やめろ。あ、どうもマリサだぜ。最近ショートで出してる VIP 行きやすさランクが終わりそうなので、新たにネタを探すべく全キャラ魔境に入れる企画を再開します。あー、あの途中で諦めてた企画か。言わんといて。もちろん途中で諦めちゃったキャラたちでもが、運悪く踏んでしまったな。正直踏みのシステム必要かってずっと思ってます。で、何の話してましたっけ。あ、そうそう、もちろん途中で諦めちゃったキャラたちも魔境に入れますので、応援よろしくお願いします。結構たくさんいてくさ、そんでもって試合戻ってこちらが圧倒的に有利だな。お互い技ぶんぶんフルも当たらず、微笑ましい展開が続いております。うるさいよ。おっと、ここで横丁が決まって、特に何もありませんでした。うん、微笑ましい。うるさいよ。さっきから横丁こすってるけど、マリオって横丁そんな使うの。なんかついでちゃうんですよね。明らかに良くない癖なので修正したい。さすがに強引なく下は当たらず復帰と。全く警戒してなかったからちょっとびっくりしました。よし、ここ復帰阻止。急降下で事故って落ちちゃったな。生阿弥陀仏。今日も生き延びることができた。今度は空母の復帰阻止。そりゃあここまでストックさついちゃったら強引に来ますよね。とならばこちらも即死コンボ狙っちゃおうかな。よし、パーセント溜まったので、クーエクエヌ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 。やっぱりマリオと言ったらこれよね。さて、気持ちよく勝利した後の対戦相手は、うまいこと言ったつもりか。冗談はさておき、このカード撃墜力の差でいくつも苦しくなるから正直苦手です。技が同じだけど単発火力に差があるのもちょっと苦しいよな。技が勝ち合ったらこっちが不利になるっていうね。でもこっちの方がスピードはあるから、なんとか技をかわしながら頑張っていきたいです。弱でダウン取って。なんだその時は。間違っちゃった。つい前使ってたキャラの癖が出ちゃうんだよね。みんなは私がどの横スマしたスマだと。とんでもない入れ込みだ。こんなリスクある立ち回りをするなんて恥を知りなさい。恥を。お前もさっきとんでもない入れ込みしてたけど。入れ込みをするというのは相手にプレッシャーを与える効果があるのよ。そんなことも知らないで入れ込みを批判するなんて、恥を知りなさい。恥を。恥を知るのはお前だよ。あー、ここ回避してくれないかな。おねすまやめろ。とりあえずこの崖からは返しません。今上すま見えたな。じゃあ私もやっとくか。だからおねすまやめろ。しかし空母でリカバリー。毒マリ、貴様を崖から返すことは一生ない。まあそれができたら苦労しないよね。あっさり破られててくさ。ママミーヤ。なんだそのシンクロ。ママミーヤ、ママミーヤ、ママミーヤ。あ、裏切られた。俺なれ合うゲームじゃないからね。それ注文。裏切り者には頭突きで制裁してストックイーブンです。ダメージ的にこっちスマッシュ一発で死ぬけどな。うん、苦しい。コンボに来た。マリオの空下はホカホカめちゃめちゃ乗るから、コンボ狙うときは気をつけなきゃなんだぜ。うん、マリオ難しい。なんだそのホールドは。お前も何そのスマッシュ。からの脱出神。あ、回避見られた。恥ずかしい。もう横強とかで死にそう。何も食らえないのでとりあえずガードします。あ、それはお前。ここは相手の内別編。なんか反対側に飛んで助かったな。いや、でもマジで何も食らえなくなりました。近づくの怖い、近づくの怖い。言いながら近づいてんじゃねえか。ここまで来たら勝ち筋復帰阻止しかないから、崖付近ではちょっと無理します。それまでは空母で安全に。あ、割としぶとく残っててさ、あれ耐えれるとは思わなかった。捕まえて。ここラストチャンスなので復帰阻止決めたい。VIP入ってから覚えたポンプで追い出して。残念失敗だ。でも有利展開は残ってる。諦めず空母でリカバリー。返した。チャンスなくなりましたね。出ていけー。あー、復帰阻止決まってよかった。うおー、横強でダウンさせて。ウエスマウエスマ汚い。上スマ、上スマ、横スマ、汚い。さあ、ストック先行されて絶望的な状況。でもマリオなら、即死があるのでいつでも追いつけます。ちょっとお前の腹立つな。なんでや。さあ、こっからもう一発即死を決めて逆転していきましょう。逆転がなんだって。ゴミカス。つまりこれは、周到に用意された罠というわけですね。お煽り中でしか大したものですね。なんかそばにコーラ飲んでる人いそう。そういう煽り中は成敗しないといけませんね。全てのスマブラを代表してあなたを倒します。覚悟の準備をさ。二度と大ローズラするな。再戦してくれました。前戦するタイプとは珍しい。勝ち確定で煽って逃げるタイプは嫌いだけど、こういうタイプは嫌いじゃないです。とはいえ負けて終わるのは趣味じゃないので、今回は勝たせていただきますよ。許さない、許さんぞ。右ストレートでぶっ飛ばす。愉快なパーティーゲーム。
フレンド申請しておきました。なんでだよ。お次はガーキャンに何もできないキツネですね。選べばやめろ。対戦よろしくお願いします。拳で語り合おう、拳で語り合おう、拳で語り合おう。持ちキャラいじめて楽しいか。楽しい。この瞬間を待っていたんだ。楽しい。さて次勝てば魔境かなってとこまで来ました。オメットさん、対戦相手はガノンですね。近づきさえすればこっちのものだけど、なかなか近づきにくい、そんな印象を持っています。それでは対戦よろしくお願いします。先に触れたのはこっちだな。幸先がいい。え、ガードもね。まだ頭を打ってた気がするけどな。パーセント、2タッチで追いつかれました。おじさんの火力はさすがだな。そしてこちらのコンボはうまく決まらずと、まだ空上狙うの早かったかもな。ガノン重いからまだ確定しないのかも。一発が痛すぎる。俺の体はボロボロだ。ここは勇気の回避上がり。サルソ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 。さすがに空前は強力すぎたけど、ダメージはなんとか追いつけ出なかったので、もう一回空上で追いつきます。多い感じじゃん。当たれ当たれ。空後も当たってそのまま崖まで追い詰めますよと。キャスがしたスマ、これは相手がうますぎる。ストック先行されてしまいましたが、なんとかこちらの火ダメは抑えて、ストック並びたいところさんです。結構食らってしまいました。だいぶピンチです。最悪このストックは先やられてもいいけど、ダメージは稼げるだけ稼ぎたいです。取らなければどうということはな。秒でやられててくさ。畜生。まあでもマリオには即死コンボがあるから、まだ勝ち目はあるはず。まずは空下を当てたい。もう相手にバレてますやん。そんな無理して狙わなくてもいいんじゃない。実はマリオは序盤当てて美味しい技が空下と掴みくらいで、他は大体当て半になっちゃうのよ。そうなんだ。だからそこ対策されたらマリオは弱キャラなんで。突然のスネーク構文やめろ。っていうかめちゃボコボコやん。空後とかで死んじゃう。なんだその横スマ。これは痛いお仕置きが必要ですね。ほら即死コンの時間じゃ。やめるのは早いんじゃない。もう一回狙えばいいじゃん。即死コンボ。いや、もう確定体を外れてしまいました。こうなってしまったら最後、私のマリオは撃墜のできない弱々マリオになります。頼みの上スマも撃墜パーセントまでまだまだ届いていないし、こっちができることなんて崖で横スマパなしくらいです。でもきっとそれまでにガノンの攻撃が当たって終わってしまうでしょう。対戦ありがとうございます。まだまだ勝負はこれからよ。手のひら高速回転やめろ。とりあえずここでダメージ受けたら元も子もないので、慎重に戦います。ガン待ちやめてもらっていいですか。わかりました。じゃあガン逃げします。本当に配信者かこいつ。なんてな。空下からの空母で E% になりました。たまには攻めるのをやめることで、警戒されていた空下を当てやすくするというテクニックです。この場所じゃ即死は無理なので、ダメージ優先で。なんやかんや使い続けてしまっている。横強で展開継続、空母分分で展開継続。まだ俺のバトルフェーズは終了。ここもったいなすぎるな。ガノンクロウの存在忘れてた。ニュートラル展開は怖すぎるが、甘い差し込みが来て助かりました。潜在一分の復帰阻止展開だね。遠くで距離作ってマントで復帰阻止。わ、なんでひるんでるの。終わったかと思った。いや終わった。あ、生きてるわ。っていうかさっきのマントは何だったんだ。あれ決まってたらこっちの勝ちだったのに。崖つかまりの時に当たったからひるんだっぽいな。そうなんだ。初めて知ったわそんな挙動。あ、そんなことより試合なんかわちゃわちゃしている間に、シグモ OS まで撃墜狙えるパーセントになりましたので、その場上がりに上スマを合わせて勝利です。対戦ありがとうございました。そしてこれでマリオ魔境達成です。おめでとう。というわけで次のキャラはリンク。次も頑張っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄に一応ビップ入れた頃と比べて意識するようになったことを書いておくので、気になる人はそれもチェックしてね。それではまた次の動画で。